はい、皆さんこんにちは。今回はですね、チコノフの定理を証明するの後編ですね、証明編に入ります。チコノフの定理、エスラムダが空集合ではない、コンパクト集合の属があったときに、それの直積位相空間を考えたらば、その直積位相空間もまたコンパクトになるよという定理ですね。それがチコノフの定理ですね。それを証明します。で、どういうふうに証明するのか、コンパクトを閉集合の言葉で表した、直積位相空間 large S の部分集合属 X 2の X がですね、有限交差性を持つ場合に、X のすべての弦である large X のクロージャー、平方ですよね、平方のインタセクションを考えたときに空じゃないってことが示されば、コンパクトであるということが言えるということで、こちらの方を示すということでやっていきます。そして、まあ前回までに話したのはですね、まあこのことをね、示すわけですけども、ね、2位の有限交差性を持つ、集合属というとちょっとね、範囲が広くなってしまうので、ソルンの補題を使ってですね、結局方眼関係においてですね、機能的順序集合になるということがわかるので、しかも上階を持つので、ソルンの補題より、そのような有限交差性を持つような集合属 X においてですね、極大集合、極大弦が存在するわけですね。それを X0 としましょう。としたらですね、このような関係が成り立つので、 X0、 極大弦である X0 についてこちらの条件を満たせばいいよ。しかもこの極大性、 X0 の極大性より、次のようなね、1番や2番のような条件が成り立っているということを先週お話ししました。で、これらをもとにですね、いよいよ証明を、進めていきたいなというふうに思うわけですね。はい。で、まだ前回のね、見ていらっしゃらないという方は、前回の動画を見ていただけると嬉しいですね。あ、ちなみにですね、証明の方針はですね、こちら松坂和夫集合位相入門に沿って証明していきますね。まあ、若干ね、記号とかも若干ですけど違ったりしてます。あと、証明もですね、若干違うんですけど、まあ、より詳しく証明していますね。松坂本をより詳しい形で述べた証明だというふうに思っていただければいいかなというふうに思います。さあ、X0 が有限交差性を持つ極大集合属だと、極大弦だと、直積位相空間 large S と。で、この時に最終目標は、その、X0 のすべての弦のクロージャーのインターセクションが空じゃないということを示しますねと。はい、で、そうですね。直積位相空間だから自然な遮影が存在して、まあこれも当然、そうなるように入れたので連続マップですね。で、X0 はですね、2位の有限項の弦を取ってきたときに、まあ今回は X1 点で XN と N 項、ね、の弦を取ってきたときに有限交差性を持つわけだから、それらの弦はインターセクションを取っても空ではないということで、この空でない弦をですね、この遮影で送りましょうということになります。一般にですね、一般の写像においてですね、方眼関係はこのようになってるわけですね。まあ、必ずしもイコールにならないんですよね。全単写の場合はまあなるけど、まあね、プロジェクティブマップは、ね、全単写じゃないですね。全写ではあるけど。だからまあこういう方眼関係しか成り立たないんですけど、まあ別にでもこれでもいいわけですね。ということはどういうことかって言ったらば、X1 から XN までのインターセクションが空じゃないので、空じゃない集合を遮影で送ったらばですね、空じゃない部分を含んでるということで、結局でから、こちらのね、こちらの部分も、空じゃないよっていうことが言えましたということですね。で、これがですね、すべての、X0 の弦に対して、言えるわけですね。どんな2位な有限項を取ってきてもこのような関係が成り立っているわけなんで、この P ラムダ X っていうね、集合属がですね、このことからですね、S ラムダにおける有限交差性を持つ集合属であるということがね、わかるわけですよね。で、これを使いますね。で、この時に、ね、仮定から S ラムダ、それぞれの直積因子である位相空間 S ラムダはですね、コンパクトということより、このコンパクトの、まあ、言い換えですよね。閉集合による、言い換えによって、これ有限交差性を持つわけだから、この P ラムダ X っていうね、集合属。だから P ラムダ X のクロージャーの、ね、インターセクション、すべての X に関してですけども、これもまた空集合ではないということが、仮定より言えるわけですね。直積因子はコンパクトですからね。そしたらばですね、このような、ものがですね、ね、このラージラムダ項、
ラージラムダのノードほどこれらができるわけですから、それらを全部直積集合として、かけてしまいます。まあ、直積集合を作るわけですね。でそうするとですね、まあ、選択公理をそうですね、空じゃない集合の直積集合は空じゃないよっていうね、まさしく選択公理そのものなので、そうやって作ったこのような、ね、これらのそれぞれの、全てのスモールラムダに対して直積を考えるという集合を考えたら、これは空じゃないということで、それを、E というふうにね表しましょう。これは S のラージ S、 直積位相空間、もともと考えている直積位相空間ラージ S の部分集合になるわけですね。で結局何を示したいのか、ね、チコノフの定理で何を示したいのかって言ったら、この結局 E がですね、ここの部分ですね、このクロージャーのインターセクションを取る部分に含まれている空じゃないものがですね、空じゃない、部分集合族がですね、このクロージャーの中に含まれているってことはですね、結局この部分も空じゃないよ。だからこれが示せるってことですね。つまりだから E っていうものがこの中に含まれちゃってるよってことを示せば証明終わりということになります。じゃあそこに向かって進んでいきますね。スモール X をこのラージ E、今定義したラージ E の、まあ、2の弦をとしましょう。まあ任意の弦としてフィックスしておきます。だからこれはね、無限の直積空間なんで、まあ添え字がつくわけですね。でもまあ空じゃないからこういうような座標が存在するわけですね。選択公理により。で、そうですね。その x をですね、この p ラムダで遮影で落とすと x ラムダということになるわけですね。で、この x ラムダは当然これらの弦なわけなんだから、まあここに含まれてますよっていうことですね。この中に含まれてますので、まあ、S ラムダの部分集合の中に含まれてますねということです。となるとですね、でここでちょっと、一つ方向を変えるんですけども、X ラムダ、今このように X ラムダを取りましたけども、X ラムダの解禁棒として、S ラムダの中の一つの回集合、O ラムダを取ります。だからつまりこの O ラムダは X ラムダを含んでるってわけですね。とするとですね、そうですね、これ、この O ラムダは X ラムダを含んでいる。でしかもですね、この X ラムダは、P ラムダ X のクロージャーの中に含まれているので、まあ、クロージャーの、まあ、定義というか定理ですね。 O ラムダとこのクロージャーを取る前の P ラムダ X が空集合じゃないよっていうことが、まあ、クロージャーのその定理によって示されるっていうことを、まあ何回かやりましてね。でそれを使いますね。でこれを引き戻すわけですね。で引き戻した時に、まあ、P ラム、O ラムダを、まあ、P ラムダのインバースで引き戻したらこうなります。 P ラムダ X を P ラムダインバースで引き戻したらば、もうちょっとね広い集合になるんですけども、まあ、そこまで考えなくても、この X とこの部分っていうののインターセクションが空じゃないってことは容易にわかります。でこのような関係式が、言えるわけですね。でこれは任意の、X0 に対して X0 の弦、ラージ X に対してこのことは成り立ちますね。任意の、そうですね、ラムダに、スモールラムダに対して成り立ってるし、任意の X0 の弦、ラージ X に対してもこのことが成り立ってるわけですね。さあここでいよいよですね、証明がですね、終盤戦に入ってくるわけですね。はい、じゃん。はい、ここでですね、X0 が極大集合族であったということで、極大性から来るその有限交差性を持つ集合族の性質になりましたよね。それを使う時がやってきました。X0 がですね、その極大集合が X1 点で XN というね、弦を含んだ時に、この X1 と XN の共通分は当然有限交差性を持つから空色じゃないのは当然なんですけども、この X0 自身にも含まれてますね。この弦自身が X0 に含まれてます。でこれは極大性から言えることで、一般の有限交差性を持つ、集合族に関しては必ずしも言えるとは限らないけども、この X0 が極大集合であるということから言えた。この1番と、S、ラージ S の部分集合 B とですね、
この極大集合の、2の弦とのインターセクションが空じゃない場合、空じゃない場合にもこの B は X0、極大集合の中に含まれているよっていうことを、まあ、説明しましたよね、前回の動画でね。まあ、これもだから、このカッコ1番と一緒で X0 の極大性からこのことが言えるわけですね。とするとですね、次のようなことが言えますね。 P ラムダインバースの O ラムダと X が、空集合じゃないよということでですね、これこの X っていうのは実は、任意の、X0 の弦に対しても対して言えるわけですよね。ということです。いうことはですね、この2番、この P ラムダインバース、 P ラムダのインバースの O ラムダ、これがですね、この B に相当しちゃってるわけですよね。すべての、X0 の弦、ラージ X に対してインターセクションが空じゃないということより、実はこの P ラムダインバース O ラムダっていうのが X0 の弦であるということがわかりますね。で、これは、任意の O ラムダの、任意の回集合 X、X ラムダを含む任意の回勤簿ですね、回勤簿に対しても言えるし、任意のスモールラムダに、ラージラムダの弦であるスモールラムダに対して、これらのことが言えるわけです。だからスモールラムダを変えても、この、X の回勤簿を変えてもですね、このことは成り立つわけですね。で、だからこういうようなものがですね、X0 の弦であるということが分かりました。としたらですね、このカッコ1番、ね、P ラムダ1、O ラムダ1、点々点々、P ラムダ M、O ラムダ M っていうものも X0 に含まれるわけだから、それらのインターセクション、またはこの1番によりですね、1番より、1より X0 の、ね、中、X0 の弦であるということがわかるわけですね。で、ここで注意してほしいのはですね、実はこれっていうのは、この P ラムダ1、O ラムダ1、から P ラムダ M、O ラムダ M とインターセクションというのは、これはですね、実は以前やったようにですね、オープンベースなんですね、回帰なんですね、これって回帰なんですよ、ラージ S の、ね、回集合の規定になってるわけですね。で、形としては、こんな形になってるわけですね。有限個の、だからここに出てきてる O ラムダ1、有限個の回集合はそのままで、それ以外は全部、その S、ここで書いてる S μ の、ね、直積になってます。M はこのラムダ1、ラムダ M をラージラムダから取った、集合ですね。だからこれオープンベースだったわけですね。だからオープンベースが、この X0 の中に含まれてまして、当然この SX ラムダ I っていうのが O ラムダ I に、含まれて、含まれてるでいいのかな、含まれてるので、この、元々のこの X の E の弦だったわけですね。この、E の弦の、2の弦であった X っていうのはこの中に含まれます。回帰の中に含まれます。ということはですね、これは実はだから X の、回勤簿なわけですよね。回帰でもあり X の回勤簿であり、もっと言ってしまえば、回帰によって、基本勤簿形が作られるわけだから、基本勤簿 X の基本勤簿形の一つの、弦であるわけですね。で、これが任意の、ね、このこうですね、P ラムダ1インバース、ごめんなさいね、これ全部インバースがつきますね、これね。ね、インバースがつきます。P ラムダ1の O ラムダ1インバース、P ラムダ M のインバース、O ラムダ1。これ任意のすべ、ての、だから任意の回帰の弦に対して、X のインターセクションが空ではないということが示されるわけですよね。見方を変えるとですね。で、これはどういうことかって言ったらば、このスモール X が、この弦を含んでるということだから、まあ、含んでるというか、だから X の回勤簿というか、まあ、基本勤 X のスモール X の基本勤簿系の弦、全ての基本勤簿系の弦に対して、この X とインターセクションを考えたらば空ではないということが言えたので、結局だから、このスモール X は、ラージ X のクロージャーに含まれますよ。しかも
この x っていうのは x0 の任意の弦に対して、このことが言えるわけだから、x0 の任意の弦、large x に対してこの small x は、x のクロージャーに含まれてますねということで、当然ながらゆえに、x0 のすべての弦 x に対してそのクロージャーを考えたインターセクションというものをが空じゃないということが言えるわけですね。 だってスモール x e の弦である、スモール x をすべての x のクロージャーが含んでいるわけだということになってですね、よって s はコンパクトであるよということが、示すことができましたね。はい、当初の予定通りですね、このことからですね、この、x0 のすべての弦のすべての弦 x のクロージャーのインターセクションがスモール x でね、e の2の弦スモール x を含むよということを示せたので、空じゃないということが示せて、それで s がコンパクトだということが言えました。でこの x0 は極大集合なんだけど、極大集合で言っておけば十分ということで、めでたしめでたしということで、ついにチコホドフの定理を証明することができました。ね、もし、この証明部分で、何か気になること、わからないことがありましたら、コメント欄で教えていただければと思います。はい、聞いていただきましてありがとうございました。